Hello， 大家好，我是住在日本大阪的苏苏。昨天呢，跟大家聊了一下我公婆之间的一些小矛盾。我本来是心里面是就是想好了怎么去帮他们就是协调这个问题，但是这件事情的话，毕竟就是我老公的家事，所以说我打算就是跟他商量一下，然后再决定我们该怎么去协调一下。母の日でさ、なんでママにさケンタッキープレゼントなん？え、好きやろ。安かったから。え、なんでいつも母の日ギフトって言って。え、そうなん、こういうとかキャンペーンもするん？キャンペーンもするらしいの。すげえな、安かったから。だからか。うん、安かったから。マジで安かったから。花もありがとうね。僕じゃないって、シンジやって。そういえばあんた自分のおかんに電話したん？してない。なんで？え、普通、誕生日プレゼントも渡してあるやん。え、普通やったらさ、母の日でさ電話するんやんな。母の日やからな。え、だっていつもありがとうっていつも言ってるやん。別になんか母の日、おかんの誕生日と母の日はもう俺は一緒やと思ってるから。え、今までずっとこんな感じなん？そうやで、おかんの誕生日でもう母の日もセットやでっていう感じやもん。プレゼントも一個で済むな。お、そうやろ。シンジの姉と一緒や。クリスマスと誕生日一緒や。え、でもクリス、あなた、ケイシンちゃんのはプレゼントは別々にしてると。うるさいやシンジ、うるさいやん。ほんならおかんに我慢してもらうってこと？おかん大人やん。大人と子供やん、全然ちゃうやん。すげえな、あなた。そういえばさ、あなたのお母ちゃん最近めちゃお父さんのこと困ってんな。どうする？メダカやろ。うん、メダカな。え、増殖しすぎやろ。あれ、なんでそんな増えたやろな。ちょっとじゃなくて、どうにかせえな。ほんまもうやばいで。メダカばっかりになってまうで、ほんま。最初はもうこのこれぐらいの巣鉢何匹か飼ってる時やのに、もうやばいで。塀超えるで。ゴミ屋敷と変わらんやん。そうやな、なんかな、お母さんな、なんか洗濯物も干されへんっていうね。そうやろ、もう無理。あれ取り寄ったらもう最悪やん。お母さんめっちゃ切れるで、多分。え、でも今洗濯物ほんまに干されへんもん。この前めっちゃ言うたで、お母さん。で、あとは、あの、洗濯物じゃなくて、なんか、外で、なんか酸素24時間で持続であげるって言ってたやん。そうそうそう、コンセントも新しくつけたからな。ほんで電気代も取るわな。それで、まあ、まあまあもう趣味じゃなくなってるわな。だからそれをなんか売ったりとかしてるんやったら俺もなんかええやんか。それでもらったらええやん、うん、集めてるだけやん。集めてどうしたいんってなるやん。俺やったらカード売れるやん、売んに行ってるやん、うん、売ってね、集めてても売んに行くやん、うん、いらんやつは、うん、でも生き物やん、メダカやん。そら当然餌代かかるやん、酸素代かかるやん、水かかるやん、うんうん、電気代もかかるもんな。電気代も全部かかるやん、うん、で、それでその入ってくる収入がないやん、メダカに対しての。ゼロやな。ゼロや、出資ばっかりやん、うん。趣味、あの、お母さんも言ってた、趣味やったらもう何匹だけにしてくれって言われたんやけど。だろ。もうそれを売るとかな。そう、これを繁殖させて売ったりとかさ、あ、できるやん、何個でも。でもな、なんか、まあ、どうやって売るやろうな、でも今のメダカやったら。なんか、昔な、なんかちょっとネットでさ、なんか本あったやんか、なんか、メダカで次50万儲かる人おるで。それは頑張ってる人やん。大事は頑張ってないやん。ただ、育ててるだけやん。なんか、卵から変えたカブトムシもそうやんか。職人やな。職人やけども、作ってるだけやん。めんどくさがり屋やないんけど、几帳面やね。もう一番立ち悪い感じやな。いや、でもそれやったら誰か、そういうなんかビジネス上手な人ってさ、そんな動いてもらった方がよくない？めんどくさい、ね、誰がめんどくさい？いや、親父がそれをやるのもめんどくさい。いちいちそんなやるのもね。だからそういう誰がメタかもよくわかる。ほんで、なんかそういうビジネスしたい。例えば一匹売ったらさ、なんか売り上げの 30% とかさ、50% 渡したらいいやん。それが嫌な。自分育てたらなんで 50% になるんやっていう話になるんや、あの人はね。そういう感じなのよ。いや、それやったらもうほんまに増える一方やで。だから困ってるんや、一番。
で、この間な、もう、お母さんにも言うてな、なんかちょっと中国のそういう、なんか、容器入れる、メダカ入れる容器とかもさ、なんか入れてみたんや、ちょっと見せたんやんか。ちょっと安いからさ、ちょっと買って入れて売るって言ったら、なんかお母さんいらんって言われてさ。だから売れるとこいっぱいあると思うね、そんな。メダカ。ほんで欲しいって言われたらやってるやろ、多分。売らんと。うん。受けちゃう？いや、でもこうなってたらさ、この、多分めちゃ喧嘩すると思うで、うちも巻き、この前私も巻き込まれたやん。なんかどう思うって聞かれてさ、お父さんの前でさ。それなんて答えた？いいと思います。いいと思います。だけやろ、お前。いや、私何も喋られへんや、そんな。ほな、これどうするお、パパ。いや、自分からちょっと売りに行ってくれへんかとか相談。来るまでは何とも言われへん、俺らで決められへん、そんな売りやって言っても嫌やって言われたらもうそこまで話を。うん、でももしほんまに誰かでなんか困ってるから売ってくれるかとか言われたら協力するけど、本人からの発信がなかったらやる必要ないと思う。あ、なんかいきなりこんなんなったらなんかにやっぱり日本のスタイルやな。あ、おかん捨てられるんちゃう、メダカちょっとずつこう流されるんじゃん。あなたのおかんがやりそうやな。わからん。わからん。ちょっとずつ一匹ずつ流していったらさ、全然わからん。いや、でもな、めっちゃ細かく書いてるで。絶対数えてると思うね。多分な、一匹、二匹は取ったらわからんけど、多分十匹やったらめっちゃわかると思うね。あの猫も来るからな、食べに。あー、もうちょっと夏やったらなんか、ヘビとかも来そうもんな。ヘビは魚食べへん。え、そうなん？鳥飼ってたら怖いけど、魚を食べへん。あー、でもなんかいろいろ動物来そうやな。猫は来ると思うんだ。そやろ？食べられた最悪や。食べられるっていうか、でも食べられてないからあんなに繁殖するの。うん。まあとりあえず、ほんならやっぱり、どういうかな、お父さんが、言ってくるまでうちは待つしかないってことやな。そうだね。OK。想必大家就是已经看清了我老公的一个态度。他呢，可能就是对我公公意见还是比较大，但是，他也不会就是主动去解决这个问题，要等我公公就是亲自去就是叫他帮忙，他才会出手。但是我公公呢，是一个就是。怎么说呢，就是他的性格是比较要强的一个人，他绝对不可能就是说低声下气的来求我老公帮他做什么。所以说这个问题的确还是挺难的。现在我感觉我不但夹在我公婆之间，我还夹在我老公和我公公之间。哎，还是个难题呀。谢谢大家关注，我是苏苏。